みんなで一緒にモンハンライフのアートと言います。こんばんは。今回の動画はモンスターハンターライズ新情報シャープ8、各雑誌のインタビューで気になる点をまとめて紹介します。まずは共通の情報として、2022年初頭にパソコン版が発売します。スイッチとのクロスプレイに関しては明言していません。まずは V ジャンプのインタビュー。デイオウリュウ、オロミドルについてですが、海竜種でしょうか。今までの海竜種にない動きに見えました。この質問に対し一ノ瀬ディレクター、海竜種ですが動きはほぼ新しく作り直しています。尻尾を前方に出して体をくねらせた特徴的な姿や泥や地形変化によるアクションを取り入れました。モンスターのランク的には高い存在で、今まで紹介してきたモンスターよりも強く設定しています。この中で気になるのが、ランク的には高い存在、今まで紹介してきたモンスターには上位クラスも存在するはずで、オロミドロに関しても上位クラスで登場という可能性が高いです。キサキグモ、ヤツカタキについてもお聞かせください。一ノ瀬ディレクター、海外は流系以外のモンスターも人気が高いということで、今作ではいろいろな種のモンスターをできるだけ取り入れました。辻元プロデューサー、海外だとネルスキラのような虫系のモンスターが結構人気があるんです。ですのでヤツカタキも人気が出るのではないかと思ってます。気になるのはいろいろな種の、ここまで登場していない甲虫種のアルセルタスや甲殻種のギザミなどが期待できるかもしれません。砂原と溶岩洞についても教えてください。一ノ瀬ディレクター、溶岩洞は水があるエリアと溶岩があるエリアの2つに分かれています。あとは上下構造が他のステージよりも豊かな作りになっていて、主な狩猟フィールドは洞窟内ですが、山肌部分で採取等ができたりします。溶岩洞は今までのフィールドで慣れた上で最終ステージという位置づけになりますね。水没林では上下構造が確認できていますが、こちらも同様のようです。また最終ステージという表現が使われており、過去作同様に火山が最終マップのようです。防具にシリーズ耐性ボーナスという新要素が加わりましたが、ワールドにあったシリーズスキルはなくなり、この形のみでしょうか。一ノ瀬ディレクター、はい、そのようになります。シリーズ耐性ボーナスとは、同じシリーズの防具を3箇所以上装備すると全ての耐性値が上昇するボーナスが得られ、抑え土防具の場合 3V でプラス1、4V でプラス2、5V でプラス3となっていた。シリーズスキルがなくなるということのようです。また耐性ボーナスということで、属性関係のやられやモンスターの攻撃の属性値が高い可能性があります。寒冷群島のクエスト中、珍しい生き物がいるというメッセージとともに、逃げ回る鳥のような生物が出現しました。あれはどういった要素でしょうか。一ノ瀬ディレクター、特殊な環境生物で捕まえることができると、プレイヤーに何か恩恵があると考えていただければ、詳しくはまた今後紹介します。単純なレア環境生物というわけではなく、プレイ自体にも恩恵があるようです。仮にステータスに大きな変化や過去の競争薬のような効果の場合、タイムアタックに影響してしまうので防御面かもしれません。これまでの PV で何度か登場している3つ目の鉄柱シギやガンランスが多面砲撃らしき動作からブラストダッシュを行っているシーンがずっと気になっています。今回の先行体験でも使用できなかったのですが、そちらはどのような要素なのでしょうか。一ノ瀬ディレクター、製品版で使用できる要素になっていまして、プレイヤー関連で一つシステムを追加しています。今はまだ詳しく言えず申し訳ないのですが、3月のイベントの際に仕組みなどを発表しますので少々お待ちください。これに関しては3月8日のイベントで発表されるようです。体験版からの主な調整点は何でしょうか。辻元プロデューサー、一部意図していなかった挙動など不具合を修正しています。一ノ瀬ディレクター、あとは数値回りなどです。アクションの追加など大きな変更はありません。チャージアックスの兆候が点で当たるのが修正されるのか気になるところです。 V ジャンプのインタビューで気になる点は以上です。次にファミ通のインタビューです。プレイ動画に登場したフルフルビシテンゴは、
それぞれゲーム中ではどれくらいの進行度で登場するのでしょうか。だいたい序盤から中盤にかけて登場するモンスターだと思っていただければ、位置づけ的にはそこまで難度の高いものにはしていないですね。フルフルが中盤以前に出るというのは結構意外かもしれません。寒冷群島といえば、本作ではホットドリンクがなくなっていますが、これはどうして？一の瀬ディレクター、探索要素を増やした兼ね合いでフィールドにいる時間が長くなり、ストレスになる部分はなるべく排除しようという話になったんです。そういった経緯でホットドリンクもなくなりました。こうなるとクーラードリンクもなくなるのではと寂しい気持ちもあります。本作では食事がお団子ですが、これまでの食事システムとの違いはあるのでしょうか。他にもメニューがあったり、一ノ瀬ディレクター、3種類の団子があるのですが、各団子にスキルなどが備わっていて、それらを組み合わせて食事を行うことで食事効果が得られるようになっています。ゲームを進めると団子の種類も増えていき、それに応じて組み合わせ方も増える感じですね。空いているところがあるので、後半はスキルが2つつくと思われます。花結びの入手手段はどのように？一ノ瀬ディレクター、最初の花結びはゲーム開始時にもらえるのですが、それ以降はゲーム進行度に応じて砂糖さ、不元からもらえるようになっています。まめに不元さんに話しかけてください。強化とかではなくもらえるようです。これならプレイヤーによる差はなさそうです。次に電撃オンラインのインタビューです。これまでの作品に登場したモンスターに対しても、かけり虫を利用した新たなアプローチが可能なのでしょうか。一ノ瀬ディレクター、かけり虫を使わなければ狩猟できないモンスターはいませんが、使うと快適に狩猟できたり、簡単に回避できる攻撃があったりするという仕組みは意図的に入れているものもあります。空中で停止して地面を投げ払う攻撃をかわすというイメージですね。後半で空中にいないと即死という攻撃が出てきそうです。次にゲームウォッチのインタビュー。修練場の仕様が変化してかなり利用しやすくなりましたが、ここまで内容を充実化させた意図はありますか？ここまで充実させたのは狩り王決定戦を意識したものですか？辻元プロデューサー、狩り王決定戦については現状は未定ですが、タイムアタック的な楽しみ方をされる方もいらっしゃると思うので、その助けになればと思います。タイムアタックの方のことをしっかり考えてくれているようです。ダウンロードクエストやエンドコンテンツなど、モンハンといえばやり込み要素も重要なポイントになりますが、お話しできる範囲で現在予定しているものなどはありますでしょうか。一ノ瀬ディレクター、従来の携帯ゲーム機のモンハンシリーズであったようなダウンロードクエストのようなものは継続して配信して、そこで入手できる特殊なものだったりは用意しようと考えています。また次のイベントなどで詳細を話せるかと思うのですが、百竜夜行は通常のクエストと同じく、基本的には普段から遊べるコンテンツでありながら、ちゃんとやり込んでもらえるような形にしておりますので、そういった新要素などもお楽しみにしていただければなと思います。百竜夜行は普段から遊べるコンテンツプラスエンドコンテンツになるようです。3月8日の情報が待ち遠しいですね。次にゲーマーのインタビュー。モンスターハンターシリーズを通して武器の人気の変化などはありましたか？辻元プロデューサー、その点は実はあまり昔も今も変わっていないかもしれないですね。太刀は実装からずっと不動の人気ですし、一ノ瀬ディレクター、体験も初代から定番の武器として人気ですし、双剣もかっこよさと扱いやすさで使用率が高いです。あとはチャージアックスも安定して人気が高いです。モンスターハンターライズは狩猟部への時代です。次にコロコロオンラインのインタビュー。今回の体験会ではフルフルを狩猟することができましたけど、この他にもラングロトラやバサルモスなど往年の人気モンスターが多数復活しますよね。このチョイスの決め手は何だったのでしょうか。モンハンというゲームは、例えばこのランク帯で非属性武器を作るにはどうすればいいのか、なんていう考えをもとにゲームを設計していくんですけど、それを念頭に最近の作品では登場していないモンスターや懐かしの面々を優先的に入れることがありますね。こう考えると新たに出るモンスターの予想などに使えそうです。
最新 PV で主の名を冠したモンスターが登場しましたけど、彼らはどんな存在なのでしょうか。一ノ瀬ディレクター。そうですね、 PV では主を冠する青柱が登場しましたけど、これは通常種とは違う行動バリエーションなどを持った特殊な個体になります。ストーリーの肝にモンスターが群れをなして襲ってくる百竜夜行がありますが、それをクリアした後に現れる群れの中の一番ヤバいやつという存在になるでしょうか。まだお話しできないことが多々ありますので、主については今後の情報もお楽しみにしていてください。百竜夜行をクリアした後、主という順のようです。また百竜夜行の中にいた一番ヤバいやつなのか気になる点です。コメントの最後に百竜夜行ならではの特殊な報酬がもらえるとありました。以上が各雑誌の気になるインタビューまとめでした。他の情報もまとめていますので、ぜひご覧ください。最後までご視聴いただきありがとうございました。もし参考になりましたら、評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ぜひこちらの動画もご覧ください。